おお、そのビビッドかつユニークな顔立ちはまたあったの。よもやわしのことを忘れちゃいまいな。アストルティアに知らぬことだし、放浪の賢者ホーラーじゃ。して、いくつ集めたんじゃ？通過とはいかんもんじゃな。わしが聞きたいのは当然、お主の持つキーエンブレムの数じゃ。ほう、そうかそうか、なかなか頑張ってるようじゃな。そうじゃな、悪くはないが、この大地の箱舟で楽ちんに行ける5つの町くらいは済ませておきたいの。つまりオルフェア、ジュレット、グレン、アズラン、ガタラのキーエンブレムをまずは全部集めてきてほしいのじゃ。それほどの腕前の持ち主ならば、わしも安心しておぬしらに大事な使命を託すことができるからの。その使命とはズバリ、冥王ネルゲルを倒し、奴に封印されたレンダーシアの大地を救うことじゃ。故郷の村をネルゲルに滅ぼされたおぬしや、できることなら今すぐ仇討ちを果たしたいことじゃろう。だがな、焦りは禁物じゃよ。今のお主らでは到底あの冥王には勝てまい。それに奴の支配する冥界への入り口はランドン山脈の奥深く断崖の先にあり、誰もそこへ至ることはかなわぬという。さあ、このわしを除いてはな。今は実力の証キーエンブレムを集めながら力を蓄える時期なのじゃ。次はグレン城、グレン城。本日の運転はスキッピオ運転手が、車掌は私マリウスがご案内いたしました。おお、もう着いたのか。相変わらず大地の箱舟は早いの。いかん、グレン城下町駅では名物のげんこつ飴を買うんじゃった。では今日のところはお別れじゃ。運命の線路が交差するときまた会おう。お主がキーエンブレムを5個集める日よ。Thank you.
国は同じオーガの国であるガートラントとの戦を控え、一人前の証を持つ勇士を集めているところだ。もしお前が一人前の証を持っているなら、この国の兵士となって共に戦ってほしい。兵士に志願するならグレン城におられるバグド王に会いに行ってくれ。城の入り口はこの階段を登り切ったところだ。
Thank you.
Thank you.
バグドウ、どうなさいました？エイドス様が来てくださったのですぞ。エイドス、騙されてたまるか。邪悪な匂いをプンプンさせた者め。バグドウ、まさか賢者エイドス様のことがわからないのですか？黙れ。誰に向かって口を聞いている？そのジジイを牢に放り込め。二度と我に顔を見せるな。ほほう、なるほど。バグドウめ、難儀なことになっておるな。この国ではこんな問題が起こっておるのか。バグドウ王に申し上げます。こちらの旅人がグレン城の兵士になりたいと志願しております。ほう、やっと一人前の証を持つ者が現れたか。なるほど、それなりに腕が立ちそうだな。だが我の目をごまかせると思うか。我が国に災いをもたらさんとする者め。さすがはバグドウ。一目でこの者の本質を見抜かれるとは。こいつもさっきのジジイと同じだ。牢に放り込んで一生出すな。くそ、頭が荒れそうに痛む。ガートラン、そいつを早く牢に、我から遠ざけよう。はっ。さあ、来るんだ。私、ザンボアであります。実は、先日も王の命令であなたのような罪なき人を牢に入れたのですが、すぐに釈放されました。ですからあなたもすぐに出してもらえるのではないかと、こう思う次第であります。先ほど感じた通り、お前は生き返しを受けたものじゃな。わしは世界を旅して知った。お前たちエテーネの民は冥王ネルゲルの奴に相当ひどい目に遭わされたようじゃな。大変申し訳ございませんでした。どうかお許しください。
顔を上げられよ、次男兵士長。今の王ならわしにあのような態度を取るのも仕方あるまい。エイドス様、やはりエイドス様にはお分かりなのですね。王が以前のバグド王ではないと。実は王は先日まで病に倒れていたのです。なんとか一命は取り留めましたが、以来ひどい頭痛に悩まされ、いつもイライラと全てを憎んでいるかのようなご様子で、ガートラントに戦争を仕掛けるなど、たとえどんな理由があったとしてもおっしゃらなかったはずなのに、一体王はどうしてしまったのでしょう。あの頭痛さえ治れば元の優しい王に戻るのでしょうか。バグド王のことは奴が赤ん坊の頃から知っておる。このまま見捨てようとは思わん。じゃが知っての通り、わしは忙しい。この国にもいつまで滞在できるかわからん身じゃ。王の頭痛を取り除く方法がないわけでもないが。ではエイドス様、私にその方法を教えてください。王のためならどんなことでもします。次男兵士長よ、教えるのならそなたではなくこの者の方が良さそうじゃ。お前の名は。そうか、王を元に戻すにはそれなりの覚悟と勇気が必要になるじゃろう。この国を救う覚悟ができたならわしを訪ねて宿屋に来るがいい。待っておるぞ。王が今のままではこのオーグリード大陸にてひどい戦争が起こります。そうなれば多くの民が苦しむことになる。どうかお願いします。バグド王を元に戻すため力を貸してください。あなただけが頼りなんです。さあもう一度返事を聞かせてください。王が今のままではどうかお願いします。ありがとうございます。さすがエイドス様に見込まれた方。さあ城の出口までお送りしましょう。宿屋に滞在中のエイドス様をお尋ねください。来てくれたか。時間がない。率直に言おう。バグド王の様子がおかしいのは悪しき正気。わしやお前にあれほど激しい嫌悪を示したのはわしらの中の聖なる力に感づいたためじゃろう。魔性のことは知っておるな。あのまがまがしき悪魔の霧のことじゃ。魔物がまとえばその力は何倍にも強まり、人が触れれば命を落とすか心を悪に染められるという、半ば忘れられた存在だった魔性が今再び活発化したのは冥王ネルゲルがこの地上に降り立ったためじゃ。この国を救う覚悟はできたな。バグド王に取り付いた魔性を払うために必要なものは、いや、何でもない。必要なものはレムルの聖杯じゃ。グレン領西の北部、ベコン渓谷の奥に今も眠っておる。わしと一緒にそれを探しに行く気はあるかな。さあ、出かけるぞ。
たやすく入手できるものではないから、しっかりと準備をしていかねばならぬ。直してきやがれ。いい経験になったぜ。Thank you.
相手にもならねえな。いい経験になったぜ。私は疲れましたよ。ついてこい、行くぜ。出直してきやがれ。ポンコツっぷりですよ。Thank you.
わしは役に立たねえですよ。いいポンコツっぷりですよ。不足はねえぜ。いい経験になったぜ。私は疲れましたよ。Thank you.
せ。若い者にはまだ負けんぞ。Thank you.